続いてはこちらのコーナー、ひょろっとマンスリーテーマ。こちらはその名の通り、僕たちヒョロッと男子がマンスリーテーマを決めて頑張るコーナーです。5月のテーマはこちら、大人がヒョロッと男子になろう。今月は大人とは何たるかを勉強して、ワンランク上の大人なヒョロッと男子を目指していきます。目指していますと、集大成となる今週は、最後なんですね。そうか、こんな企画をお届けします。大人の英語力を身につけよう。大人の常識やマナー、大人の精神ときて、最後は英語を身につけます。大人って英語喋れるからねって書いてありますけど、矢島さん英語はもちろん喋れるんですよね。なんか嘘早いな。そっか、嘘つきだ。嘘つきだな、うん、大人は嘘つきだあ、でも英語なんかやりたいんだよね、西山くんは。そう、僕やりたいんですよ、英語やってみたい。じゃあちょっと頑張っていただいて。そうですね、ここにも書いてありますし、東京でオリンピック開かれるわけですから、道案内とかできるようになりたいんですよ。ちゃんとこっちだよって教えてあげたい。そうなんですね。でこの企画をまあ2人だけでやっても勉強にならないので、ネイティブな方に来ていただきましたということで、お名前はエリックさん。エリックさんです。あ、電話でつながっていると。もしもーし。Hello. I'm Eric. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too too. ということで、今日はよろしくお願いいたします。Okay. あ、そっか。My name is Kotaro Nishiyama. Call me Ko-chan.コウちゃん、please。 OK、コウちゃん。 Yeah. And I'm ユウイチロウメハラ。ユウイチロウ、ユウイチロウ、ユウイチロウ、 OK、 Yeah。 So コウちゃん and ユウイチロウ。 Yeah. OK, OK. Nice to meet you. Nice to meet you too. さてと、すごいね。これなんか質問をいろいろ聞いていいみたいだよ。Eric. Hi. Eric is from country. From country. From Eric is bus. Is from bus. そういう問題じゃないと思うよ。Eric is bus. プレス。ヒント出してくれるよ。プレス。What place? Birth place? Oh, you mean the birthplace? Yeah. Oh, I'm from UK. Oh, UK! United Kingdom, yeah. UK. イギリス。じゃあ、梅ちゃんからも。What do you like? やる気、ちょっと待って。エリックさん、すいません。エリック、I'm sorry! ちょっと、stay! 何ですか？ Say please, please, please stay! ちょっと、梅ちゃん。はい、テンション低いわ、棒読みだわ英語のやる気がなさすぎる。あんた英語の歌歌ってたことあるでしょ。ちょっとしっかり英語で言って。英語苦手なんだよな何聞こうかなお仕事、ね、うん、お仕事ってなんて聞くんだろう。What? 頑張れ。 Do you?、うん、Do youWork? What do you work? Oh, you want to ask about my job? Oh, job. Oh, I work for a bank. ゆっくり言って。Slow tempo, please. Slowly. For bank.あ、じゃあ銀行ってことか。銀行？エリック is 銀行。違う。エリック is 銀行員。抜けちゃったよ。銀行員か。銀行員ってことは、何歳か聞きたいな。何歳なんだろうね。old are you? How old are you か。How old are you? I'm 30. Seven? えらく声変わり早いな。エリック。How old are you? 30. 30歳。あ、へえ。
年上さんでしたね。30歳。おお。あ、初恋。初恋。When did you fall in love? 落ちた。恋に落ちた。いいね。First love. Oh, my first love. It was when I was in junior high school. Junior high school. Junior high school. Girl, so it's girl. It's girl is what's love? What do you mean? どういう意味って言われて It's love girl なんか意味変わってきたんだけど It's love Eric love girl is what? What? ちょっと梅ちゃん言ってよそうなんて言えばいいんだろうなEric First love girl is beautifulPardon? Beautiful? First girl, beautiful? 初めての女は。Yeah, she was beautiful. She was beautiful. Beautiful. Oh. Yeah. Oh. Fat? Fat? Deb? What? Ah, no. Not Deb. Not fat. You said fat or fat? What did you say? Fat? Hyorot? Hyorot? Or fat? She was not fat.え難しいよということで時間が来てしまったのでここで終了ですああそうかエリックさんこれ日本語で聞いていいの僕らの英語力どうでしたかダメダメですねダメダメ話せるダメダメですねダメダメですねどっちがあれですか、うん、ダメダメの中でもこうちゃんおわゆういちろうゆういちろうの方がでも文法はできてたおお文法はできたできてたこうちゃんはやる気だけやる気だけうわエリックさんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました See you next time ありがとうございましたあ疲れた、ね、5月の企画を通してひょろっと男子はワンランク上の大人になれたと思います結構大変だったね大変だったやっぱ全然さボディーランゲージできないって電話だとさ目と目を合わせてさ、ね、話せないからそれも相まったねでもまあ成長できる余地があるということで僕たちははい、ね、ということで、ちょっと大人になった、ひょろっと男子をこれからもよろしくお願いしますそしてひょろっと男子の CD は現在発売中です何をセール通販サイト超 A&G ショップアニメイト税子の CD ショップにて何もセール詳しくは番組公式ツイッターをチェックチェック